コピー紙でカラフルな紙の棒を作りましょう。コピー紙の縦と横に3センチほどの幅で好きな色をプリントします。余白の部分を切っておきましょう。印刷していない白い部分、ここが角にくるように斜めに折ります。裏返して折り目がまっすぐになるように置き、角のところに糊をつけます。楊枝を折り目に対して90度になるように置いて巻き込んでいきます。そのまま折り目に対して90度になるようにきつく巻いていくと色が出てきます。最後にこの角の部分に糊をつけて巻き込めば、青いカラー棒の出来上がりです。印刷の色を変えるといろいろな色の棒を作ることができます。お好きな色の棒を作って工作などにお使いください。